セーラ・ギャンブルは、アメリカ合衆国のテレビ脚本家、プロデューサー。ザ・ CW 系列のテレビシリーズ、スーパーナチュラルの仕事で知られる。セーラ・ギャンブルは、UCLA の演劇、映画、テレビ学部を卒業。映画やテレビの世界に入る前、舞台版、ウィル・ストリップ・ホー・フードのロサンゼルス公演及び、ダブリン公演に出演した。イブ・オブ・パラダイスでは、制作と出演を兼任。 また、ザクレーマンという短編映画では、脚本と出演を兼任した。2003年、プロジェクトグリーンライトの第2シーズンで、最終選考に残ったことが、彼女のハリウッド業界入りのきっかけとなった。2005年、スーパーナチュラルの脚本家兼、ストーリーエディターとして雇われた。また、ABC 系列の短命番組、アイズの脚本も担当した。ベリーホット、 ジューズというブログの共同執筆者でもある。セラ・ギャンブルは、スーパーナチュラルにシーズン1から参加しており、20本以上の脚本を手掛けている。原案、脚本、ショーランナーのエリック・クリプキが、シーズン5限りで交板することになり、その後継者に選ばれた。ギャンブルは、シーズン6とシーズン7を通して、制作総式、ショーランナーを務めた。シーズン7終了後、 ザ・ c W 系列の他の新番組企画に集中するという理由で降板した。彼女の後継者には、スーパーナチュラルにシーズン3からシーズン5にかけて脚本家として参加していたジェレミー・カーバーが選ばれた。ありがとうございます。